闇竜が消えていくでガス。闇が光に変わっていく。わあ、すっごく綺麗。みんなにもな。さあ、お祭りのやり直しだ。みなたくましいの。あれだけのことがあったというのに、この盛り上がりようじゃ。あんなことがあったからこそですわ。今回の一件では人も魔物も傷つき、悲しい思いをたくさんしましたもの。大変な苦難を乗り越えた喜びを皆で分かち合っているのでしょう。私たちを迎えに来てくれたんだわ。元の世界へ送り届けるためにね。え？みんな帰っちゃうの？そんな、せめてお祭りが終わるまで待ってもらえないのかな。せっかくのお祭りだもの、私ももっと楽しんでいきたいわ。だけど、賑やかなのが終わった後だとお別れがもっと寂しくなっちゃいそうだから。そうですね、姫様のおっしゃる通り、我々はこの辺りでおいとますることにいたしましょう。分かっていたこととはいえ、いざさよならとなるとやっぱり寂しいでガス。やだやだ、言っちゃやだよ。やめてよ、私まで泣きそうになっちゃうじゃない。私たち強い絆で結ばれた仲間ですもの。本当はずっと一緒にいたい。でも元の世界にも私たちの帰りを待ってる大切な人がいる。だから戻らなくちゃね。そうよね、
すっごく寂しいけど、みんなには元の世界に帰るべき場所があるんだものね。ほら、ホミロン、あんまりみんなを困らせるなよ。やあね、湿っぽくなっちゃって。根性の別れってわけでもないんだし、もっと明るくさよならしましょうよ。別の世界に暮らしていても、私たちこうして出会えたんだもの。きっとまた会えるわ。そうね、絶対また会いましょう。うん、約束よ。うん、また会うことがあればはっきりさせようぜ。俺の剣とお前の完璧な作戦、どっちが強いかってことをな。ああ、約束だ。これで全部終わったのね。いや、まだ終わりじゃない。みんなの力で闇竜は滅び、世界は平和を取り戻した。だが、いつまたヘルムードのような奴が現れないとも限らない。それに、俺たちがまだ見ぬ世界がいくつもあるんだ。この世界の外にどんな危険が潜んでいるのかわからない。つまりだ、俺たちはこれからも…また長いやつ？わかってるわよ。ん？守っていきましょう、私たちの世界を。ずっと一緒に。ああ。